西アフリカのガーナでこの頃、違法に金を採掘している中国人に対する暴力的取り締まりが深刻な一途をたどっています。すでに中国人124人が逮捕され、中国人が経営するスーパーマーケットや飲食店が強奪に遭っています。現地の中国人労働者が6日新唐人に明かした情報によると、ガーナ当局の暴力的取り締まりに対し現地の中国大使館は全く無視しているそうです。江西省上林県出身の採掘者イさんによると、5月にもガーナの軍警察に殺された人がいるそうです。ガーナ在住の中国人李健さんは、ガーナ人が中国人から金銭をゆすり取ることは日常茶飯事だと話します。暴力的に出なくても路上にバリケードを設置しお金を要求することもあるそうです。しかし現地の中国大使館は全く無関心だと言います。李さんによると、すでに友人 7,8 人が逮捕され、現場の採掘用機材などもすべて強奪されているそうです。2010年から江西省上林県出身を中心とする中国人が一攫千金を夢見て、アフリカ第二の金の埋蔵国であるガーナに大量に入りました。しかし就労許可などを得ずに金を採掘していたため、地元住民の反発が強まり、ガーナ当局の中国人採掘者に対する取り締まりも強化。去年だけでも大規模取り締まりが何度も実施され、中国人がガーナ警察に射殺され、金銭や財産を強奪された時も中国外務省は沈黙を守りました。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府的，政府与危险组织大于家门。